ボンベイは1995年に公開されたインドのタミルコロマンティックドラマ映画マニラトナムが監督を務めアルビンドスワーミとマニーシャ・コイララが主演を務めた1992年12月から1993年1月にかけて発生したボンベイボードとヒンドゥー教とムスリムの異宗婚を題材としている本作はインドの政治情勢を背景にした 人間関係を描いたラトナム三部作の二作目である。ヒンディー語、テルグ語、マラヤーラム語吹き替え版が制作されている。ボンベイは最も工業的な成功を収めたタミル語映画の一つであり、批評的にも高い評価を受けており、フィラデルフィア映画祭などの国際映画祭でも上映された。AR ラフマーンが手掛けたサウンドトラックはインド史上最も成功した。 サウンドトラックの一つに挙げられている。アルビンドスワーミマニーシャコイララティルマライナヤッカル、マハル、ティルダティルダの映画音楽のレコーディング中にボンベイ暴動が発生した。マニラトナムは暴動に巻き込まれた少年を題材にしたマライアーラムの映画の制作を企画し、MT バスデバンナイルに脚本の執筆を依頼した。この映画はラトナムにとって うなるに次ぐ2作目のマライアーラム語映画になる予定だった。しかし、企画が途中で中止となり、後に、タミル語映画として企画が再始動し、タイトルは、ボンベイに決まった。ラトナムは、ビクラムとマニーシャコイララを起用して、写真撮影を行ったが、ビクラムは、同時期に制作が進行していた、パデア・マンハーゲルの役作りのために生やしていた髭を剃る、ことができなかったため、ラトナムは、 彼の起用を断念した。ラトナムによると、ボンベイは、もともと政治映画として企画したものではなかったという。マニーシャコイララの声は、ロヒニが吹き替えている。このほか、ムスリムのナーサルは、映画では、ヒンドゥー教徒役、ヒンドゥー教徒のキッティはムスリム役に起用されたが、ラトナムは二人の役柄は、意図的にキャスティングしたものと語っている。撮影監督には、 ラジーブ名ノーンが起用された。彼はラトナムからボンベイボードを題材にした映画の撮影を打診された際に可能な限り暴動を美しく撮影する必要があると語り雨の中での撮影を提案した。屋内のシーンはポラチ、屋外のシーンはカサラゴットとカンヌール県で撮影された。コンネレインの歌曲シーンはティルマライナヤッカル、マハル、アレイの 歌曲シーンはベカルトリデで撮影された。バーブリー・マスジドの破壊シーンは中央映画認証委員会が描写することに難色を示したため、新聞記事と写真での描写に変更された。映画音楽を手掛けた AR ラフマーンは、ロージャー、ティルダティルダに続いてラトナム監督作品への参加となった。タミル・語版の作詞はバイラムトゥが手掛け、 アンサーアラビコドロレムのミバーディが作詞している。サウンドトラックは1500万枚の売上数を記録し、歴代最高販売数を記録したアルバムの一つとなった。アルバムはガーディアンの死ぬ前に聴くべきアルバム1000の一つに選ばれ、K.S. チスラが歌ったコンネルニーは誰もが聴くべき選曲の一つに選ばれている。ラトナムはボンベイを共同社会の調和を描いたポジティブな映画と、 表現している。彼によると、ボンベイボードは作品のテーマではないが、無力で罪のない男は、自らが作り出したものではない暴力に巻き込まれたと語っている。1995年3月10日に公開され、同日に、テルグゴフ機械版、ボンも公開された。マレーシアとシンガポールでは、宗派対立の描写が問題視され、上映が禁止された。 ボックスオフィスインディアによると、ヒンディー語版の興行収入は1億4000万ルピーを記録し、1995年公開のインド映画興行成績第10位にランクインしている。アナンダ・ビカタンは1995年3月19日付の批評で53、100の評価を与えている。アーナンド・カンナンはプラネット・ボリュウッドに寄稿し、私は ボンベイをマニラトナムの最高傑作とは呼びません。しかし、良い演技、社会性の高いテーマ、そしてペースの速さは干渉する価値を生み出しています。と、批評している。1996年に、ジェームズ・ベラーディネリーは3.5、4の星を与え、北米ではアピールが限定的で、さらにクオリティにも疑問符がつくため、インド映画の存在は配給業者から無視されることが多いです。 しかし、時折素晴らしい映画が、国際映画祭の中で栄誉を得ることにより、人々に十分な魅力を持つことを気づかせます。そのような映画の一つに、名監督マニラトナムの14番目の作品である、ボンベイがありますと批評している。英国映画協会は、ボンベイをインド映画トップ20の一つに選んでいる。バンガロール・ミラーは、ボンベイと愛と悲しみの旅路の間に類似点があると、 指摘している。ありがとうございます。